こんにちは。身長151センチ、足サイズ 22.5 センチの夏野です。身長154センチ、足サイズ 21.5 センチのちなみです。今日はウィンタールックブックということで、ブーツを使った秋冬のルックブックを2人でお見せしようと思います。それではルックブックスタート。まずは夏野の1コーデ目です。可愛い服がありすぎて迷っちゃいますね。冬はレイヤードコーデとかも楽しめますもんね。やっぱり最初は冬ならではのコーデにしようかなと思います。こちらざっくりとしたネイビーのニットのコーデにしようかなと思います。トップスは厚めのニットなので、インナーはあえてシアー感のあるものを選んでみました。ボトムにはボリュームのあるデニムスカートを合わせます。スリットが入っているので、重めのスタイリングでも程よく抜け感が出ておしゃれかなと思います。そして足元にはこちらスクエアセンターシームブーツです。めちゃくちゃ気になっているコンビカラーが可愛い新作ブーツです。完成しました。こんな感じです。女性らしさがあって冬らしいコーディネートになったかなと思います。ちなみの1コーデ目、1コーデ目は冬でも明るく見えるカラーパンツにデニムジャケットを合わせたコーデに挑戦です。カラーパンツは気分も上がりますよね。インナーにはブラウンのニットベストを選びました。よいしょっと、来ましたね。デニムジャケットは前まで締めて、今年は特にデニム素材って注目度高いですよね。さらっと羽織るだけでトレンド感をプラスできると思います。足元にはサイドゴアブーツを合わせています。完成です。デニムのインナーにちらっとブラウンのニットを見えるのもポイントです。デニムで程よくカジュアルダウンして、冬でもポップなコーデが完成しました。夏野の2コーデ目です。チェックのジャケットとスウェード素材のクロップドパンツ、先ほどちなみちゃんも合わせていたブラウンのニットベストを合わせてみたいと思います。ブラウン系のチェックジャケットといえば、秋冬ならではのコーデが作れますよね。インナーにニット系のトップスを合わせているのも季節感を出すポイントです。ブラウン系のバックルがポイントのショートブーツを足元にチョイスしました。綺麗めコーデの足元にボリュームのあるヒールブーツでバランスよくまとまると思います。完成です。クロップド丈のパンツでブーツをしっかりと見せて、足元に目線を落とすことでスタイルアップも効果も期待できちゃいます。ちなみの2コーデ目です。冬にたくさん活躍しそうなブラックのスウェットを使って、ボトムはタイトスカートにしてみました。ゆったりとしたスウェットとタイトスカートのシルエットでバランスが良くなるように意識しています。スウェットはカジュアルな印象になると思うんですけど、黒のワントーンでまとめることでやぼったくならずおしゃれに見えると思います。完成です。やっぱり今年はロングブーツが気になりますよね。スカートのスリットからちらっと見せるのがポイントです。夏の3列目です。やっぱり寒い時期に欠かせないのがアウターですよね。最後はずっと気になっていたクラシックなトレンチコートでコーデを組みたいと思います。アウターを主役にしたいコーデなので、中はあえてシンプルで定番のものを選びました。トップスは黒のタートルネック、ボトムはゆとりのあるデニムにしてみました。ショートパンツの上に履いているのでちょっと手こずっております。最後にトレンチをさっと羽織っていきます。足元はメタルヒールショートブーツです。見た目はかなりシンプルですっきりとしたシルエットなんですが、ちらっと光る金具がポイントになっています。最後に少し整えて、ウエストもリボンでしっかりマークして完成です。トレンチコードのふんわり感がかなりお気に入りなコーデになりました。中に着ている洋服をシンプルにすることで、首元や裾から見えるディティールも主張しすぎずおしゃれに見えすると思います。
皆さんもぜひ真似してみてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。バイバーイ。